立ち上がりから攻勢をかける韓国は前半15分、初戦のカザフスタン戦で3得点をマークしたチェ・ヨンス。キーパーが弾いたところを再び押し込んで、ことごとくチャンスを潰す韓国に対してウズベキスタン29分のコーナーキック。日本戦で2得点を挙げたシャで同点。このまま引き分けかと思われた終盤の42分、韓国はイ・サンヨン、これが決勝ゴールになりました。韓国は苦しみながらも2連勝、勝ち点を6に伸ばした。